皆さんこんにちは。パリオリンピック日本代表選考会全農カップ大阪大会で女子シングルス決勝で早田ひなさんを破り初優勝を果たした張本美和さん。張本美和選手はどうしても勝てなかった早田ひなさんに初勝利。全6回のパリオリンピック選考会の最後で初 V を飾り、パリオリンピック選考ポイントを 330.5 点としてランク5位に浮上しました。女子卓球界の新エースとなりつつある張本美和さん、あの張本智和さんの妹としても有名です。張本美和さんは2008年6月16日生まれ、宮城県仙台市の出身です。張本美和さんについては両親について気になっている方がどうやら多いようです。張本美和さんのご両親は元卓球選手です。お父さんは張本うさん、お母さんは残林さんと言います。父親の張本さんは中国総体男子ダブルス3位の実力の持ち主、また母親の残林さんも世界卓球に中国代表で出場したほどの腕前です。1990年代ともに活躍し、現役引退後指導者の道へと進むことにしたそうです。そして仙台で張本卓球場を営む、生涯卓球人生を送っておられています。張本一家は中国国籍なのかと思い、中国と合わせて調べている方が多いようです。調べてみると2014年に父親は帰化し日本国籍を取得するとともに張本という名字に変更しています。母親は帰化することはなく現在も中国籍のままだそうです。張本智和さんと張本美和さんも2014年に父親と一緒に帰化されました。兄の張本智和さんが11歳の時、張本美和さんが6歳の時に帰化をしたことになります。なぜ父親は帰化することを選んだのでしょうか。帰化した理由は、兄の張本智和さんが卓球でメキメキを結果を残し始めたことが始まりでした。生まれ育った日本代表として世界の舞台に立ちたいという思いに応えてのことだったそうです。というのも、卓球日本代表として大会に出場するには日本国籍が必要な大会も多くあります。自分の力ではどうにもできない理由も背景にあったようです。しかし一番は日本代表として出場したいという子供の思いに応えた点が大きかったのでしょう。2歳から卓球を始めていた張本美和さんもこのタイミングで帰化をしたということのようです。張本美和さんの母親が一緒に帰化をしなかった理由は特に公表はされていません。ただ母親の残林さんはとても現実的な考えをお持ちの方だとされています。卓球で一生生きていける保証などないため、幼い頃から勉強にも力を入れていたそうです。結果、張本美和さんも兄も文武両道という言葉を地でいく秀才だと言われています。祖国の中国で将来ビジネスをと考えた時に、自身が中国籍であった方が有利と考えたのかもしれません。張本家の教えは1に健康、2に勉強、3に卓球というほど現実的な考えを持たれています。てっきり卓球の腕前が相当あるので何よりも先に卓球が優先だと思われていますが、実はそうでなことに驚きを覚えます。そもそも両親ともに中国人なのに、なぜ日本に居住することになったのでしょうか。父親の張本さんは引退後、中国と大阪で子供たちの指導をしていたそうです。その後、仙台ジュニアクラブコーチとして招かれたことがきっかけで拠点を仙台に移されました。その後、張本卓球場も開き、日本に腰を据えることになったということが事の経緯のようです。張本美和さんのご両親が日本にいる理由に子供2人の影響も大きくあるでしょう。張本智和さんも張本美和さんも中国国籍を持って生まれたとはいえ、生まれた時から日本で過ごしています。日本の小学校に通い、さらには日本の代表として世界の舞台に立ちたいと言われた時には、これはもう日本にまだまだ腰を据える決意のもと帰化も決断されたのでしょう。張本美和さんの日本代表として世界の舞台でさらに活躍する姿が楽しみです。卓球日本女子の将来を担うであろう張本美和さん、兄張本智和さんと同様勉強もものすごくできるそうです。文武両道な張本美和さんの学力お化けなエピソードや学歴が気になります。
張本美和さんは卓球に加えて学力も相当すごいそうです。張本美和さんは2018年、当時小学4年生の頃に全国模試の成績が5338名中1位だったそうです。驚異の学力の持ち主であることが TBS 炎の体育会 TV で紹介されていました。先ほども触れましたが、張本家の教えは1に健康、2に勉強、3に卓球ということで、納得な教えでもあります。とはいえ3の卓球がおろそかになっていることは全くなく、文武両道という文字が本当にふさわしい人材だということがわかります。張本美和さんは勉強も卓球もどのような一日を過ごせばトップの成績を収められるのでしょうか。ある日の平日の1日のスケジュールが公開されていましたのでご紹介します。7時に起床と勉強がセットです。起床と就寝時間は普通の学生と同様で、一番大切な健康の部分はしっかりと考えられています。しかし起床と同時にまずは勉強はなかなかお見かけしないスケジュールでもあります。そして無駄な時間は一切なく、隙間に英会話の勉強もしっかりしていることがわかります。平日は4時間、土日は8時間卓球の練習をされるという張本美和さん。平日の卓球は夕食後にみっちりというスケジュールになっていました。実は張本美和さんの兄、張本智和さんも文武両道として有名です。そんな兄弟を企業が放っておくわけはなく、学研教室の CM に出演を果たしています。実際に学研教室の教材を使用して勉強をしているという張本兄弟。世界を舞台に活躍するため時間がないと思われる張本兄弟が学研使っているんだと思うと、自分もやれるかもと思ってしまうのでしょう。小学校は地元宮城の仙台市立東宮城の小学校に通っていた張本美和さん。卒業時に寄せた6年間本当に最高で幸せな時間でした。これから夢に向かって一歩を踏むため努力し進み続けたいと思います。小学6年生とは思えないしっかりとしたコメントです。張本美和さんは神奈川県立川崎市立川中島中学校へ進学されています。てっきり私立に進学したのかと思われましたが、公立でした。2018年から T リーグのキネアビエル神奈川に在籍するようになります。神奈川のチームに在籍しているということで、中学校からは神奈川県の学校へ進学を選んだようです。中学進学をタイミングに卓球も勉強も両方集中できる環境に身を置くことにしたということなのでしょう。2024年に高校生となる張本美和さん、進路は一体どのように考えているのか気になります。神奈川県で進学も可能という点でいくと、兄と同様の日本大学高校に進学する可能性が高そうです。兄の張本智和さんは JOC エリートアカデミーを中学の3年間で卒業しました。学業と高いレベルでの両立を理由に日本大学高校の受験を選択されています。日本大学高校の偏差値は64から67と非常に高めです。兄が日本大学高校に通いながら卓球でもいい成績を収めているというお手本がすでにあります。ひいては文武両道が可能だということの証明でもあります。学力的にも問題もないであろうことから、可能性としては一番高そうな気はします。張本美和さんは大学進学についても念頭に置いているはずです。となるとどこに行くのでしょうか。張本美和さんの兄、張本智和さんは早稲田大学へ進学されました。通信課程ということで簡単そうに聞こえてしまいますが、実際卒業率は 50% 程度と低いそうです。羽生結弦さんは8年かけて卒業に至ったそうです。ただ海外遠征の多いアスリートにとって通信制課程はありがたい制度なのでしょう。張本智和さんはあえて勉学も高いレベルでと日大高校を選ぶほどなので、努力の末最短で卒業しそうです。張本美和さんは大学進学のタイミング的に日本を背負って立っているポジションにいるかもしれません。となると兄と同様に通信制の大学を選択する可能性は高いでしょう。しかし母親は張本智和さんに本当は東大へ行ってほしかったそうなのです。張本智和さんが高校生の頃に父親がインタビューで
母親が東大か東北大を希望していたと語っていました。子供を東大へという思いを妹の張本美和さんに傾けている可能性は十分に考えられます。かつて張本美和さんには卓球の美人コーチがいました。一体誰なのでしょうか。実は張本美和さんの卓球の試合によく見かけました。この方の名は中国人コーチの孫節さんと言います。2019年3月当時27歳なので2023年現在31歳くらいでしょうか。孫節コーチは高校時代に来日され明徳義塾高校に進学し、卒業後は龍谷大学に進んでいます。龍谷大学では関西学生リーグで優勝の実績を持ち、大学卒業後は関西外国語大学大学院で言語文化専攻を専攻していたそうです。その後コーチとしての経験を積み、2018年1月より張本美和さんのコーチに就任されます。もともとは仙台の張本卓球場のメンバーと一緒に父である張本さんの指導を受けていたようです。しかし兄の張本智和さんが活動拠点を東京に移し、張本さんが帯同したため孫節さんが張本美和さんの専属コーチに就くことになりました。練習メニューについては詳しくは分かりませんでしたが、テレビ取材された時の動画を自身のインスタで公表しているのを見るとかなりのスパルタであることが分かります。2021年6月1日卓球総合メーカーの株式会社ビクタスと地契約を締結されました。この段階で張本美和さんのコーチとしての契約も終わってしまったのかもしれません。2021年6月以降、孫節コーチと張本美和さんのツーショットは見られなくなりました。最後に張本美和さんの恋愛事情についても探っていきましょう。現在中学3年生で文武両道の生活を送る張本美和さんなので、これといった熱愛の情報はありませんでした。しかし噂程度ですが、2023年の全中の男子シングルスで優勝している渡辺民人さんと交際しているのではとの噂がありました。接点もない2人なので本当に噂だけの話だと思います。いかがだったでしょうか。今回は張本美和さんについて深掘りしてきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。高評価チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた。